やばこんにちはいやーということでですね、前回の動画をね見ていただいた方はわかると思うんですが、 NSR が完成しました。こちらの横田林業の横田さんにですね、組み上げていただいて、まあ組み上げた動画ね下に貼ってるんで、よかったらぜひ見てください。どんな感じで組み上がるのか見ていただけましたか？これ本当にめちゃくちゃもう完璧なネザルになりましたね。そして横田さんに井上ボーリングさんのステッカーも貼っていただいて、もうフロントのアウターチューブだったりとか、このディスクとかも新品にして、リアのディスクとかも新品に、そしてエンジンも完璧に組み上げたこちらのネザル、早速乗っていきましょう。やったー。ということで今回横田さんはですね、まあ先導というか前を走っていただきます。本当に今回初見でですね、久々に乗ります。お店からいよいよ出る時が来ますね。よっしゃー。うわ、ブレーキのタッチが全然違う。うわ、ハンドルが柔らけー。なんじゃこりゃ。じゃあということで早速またぐりましょう。うわ、おかえりー。ほんと久しぶりに乗った、すごい嬉しい。今日の天気はですね、すごい納車日和ですね。最高ということで鍵をオンにしてエンジン始動していきましょう。うひゅーということでね、片肺ももちろん治って、サイレンサーの音もね、うるさかったやつもオーバーホールして直していただきました。そしてもう全て完璧な状態だった NSR 乗っていきましょう。あ、見てください、これチョークのこちらのですね、蛍光色キルスイッチと、このチョークはですね、こちら横田林業さんオリジナル商品で、こちらも制作していただきました。これは販売されてない特別の蛍光色カラーですね。嬉しいですね。ということでじゃあ早速いきましょう。うわ、やべえ久しぶりやべえ、ちょっと待って、うわー、マジ久しぶりだ。てかパワーがなんか全然違う。うわやべえこれマジすごいぞ、本当にちゃんとした NSR になったやべえ、ブレーキもすげえいいな。タッチがすごい。これザンスターのプレミアムレーシングと、パッドは時空のタイプ C っていうセラミックシンタードとかいうめっちゃいいやつ入れました。いやー今日バリ天気よかうわやばなんか低速のパワーめっちゃ上がったな。この間ですね、チュートリアルの福田さんの NSR だったりですね、この横田林業の横田さんの NSR に試乗させていただいたと思うんですが、その NSR と同じぐらい低速のパワー出てるぞ。うわうわでもクラッチレバーが超柔らかくなった。うわめっちゃ静かやべ、ブレーキがすげえもうこれ鳴らしも終えてるんですね、モートアップさんで鳴らしをねしていただいたんで、もう鳴らしも完璧に終わったね。それこれすごいですね。ハンドリングがすごい柔らかい。うわなんだこれ面白いこれがステムベアリングも完璧に新品にした NSR ですね。エンジンもフルオーバーホール、そしてステムベアリングだったり細かいところも全てオーバーホールしました。さあちょっと温度も温まってきたから、ちょっと開けてみようかな。わあやばやべーこちらですねマジじゃはい、なんじゃこりゃ、てか嬉しい、ほんと NSR ずっと乗りたかったんですよ。自分の低速トルクがめっちゃ強くなってる、すごい速いいや高回転のパワーが全然違え最高、いや超楽しいぞとかね、ガソリンがないからね、ガソリンを入れないとやべルビーちゃんもねちゃんといるからね嬉しいですね。フルオーバーホールされた NSR って、僕が今まで乗ってた NSR とまるっきり別物になっちゃった僕が今まで乗ってた NSR って何だったんだろう。そしてこの蛍光もね派手で目立ちますよね。ちなみにこちらは横田林業さんのオリジナル商品で、横田林業さんでもモトアップさんでも販売されてるんでね、よかったらチェックしてみてくれよなステップとかもね全部オーバーホールしていただいたんですよ。このギアのシフトノブ、リンクストッパーなどもね全て新品にしていただいたおかげで、左足のステップの振動がなくなった。うわやべえ、ちょっと待って、これさ一足でパワーリフトするんだけどNSR ってこういうことかすげえ、よいしょ、オッケー、じゃあ初給油ですね。サイドスタンドをドゥワーして、このキーシリンダーとか見てください、横田さんにね綺麗にしていただいたんですよ。でこの鍵1本でね全部開くようになった。いや神か
エレゼットのご利用ありがとうございます。出すぞ。出たにゃ。シーラが行くよ。パーティーの始まりだ。おらもっと飲め。ワン、ツー、ワン。うわ最悪。ちょめっちゃ濡れたところにグローブ落ちたんだけど。ありえないんだけど。チェーンもね、スプロケットもね、新品にしましたからね。あ、バリ濡れとる。最悪。僕魔法が使えるんでね、これでエンジン始動できるんですよね。うえー。やばくねこれ。これ演奏しないよ。やばくね、ほらやばくね。これっすよ、これ。これで僕の NSR は63,800キロで一旦リセットされましたね。音もなんかめっちゃかっこよくなったんだが。やべえ。なんじゃこりゃ。俺が今まで乗ってた NSR は一体何だったんだ。パワーがまるっきり別物になりました。本当にこれやべえ。最高すぎる。ほんと嬉しすぎて叫びたい気分です。うわー。高速道路で全開ぶちかましを見せてあげます。これでどれぐらい本当にすごくなったのか楽しみですな。コーナーリング行くぜ。うらいやコーナーすげー曲がりやすい。じゃあ自動車道路行ったから全開してみるぜ。うわはっはい。はいや、なんじゃこれ。パワーバンド入れてみましょう。行きますよ。やばくね。最高すぎるんだが。見た目もね、アウターチューブとかもこんなに綺麗になって、そしてエンジンもこんなにもう完璧な状態に組み上げて、こんなに完璧にしていただいた NSR。 そしてラビリンスクランク、ラビリンスクランクもですね、問題ないことが、なんか今落ちたぞ。ラビリンスクランクもね、問題ないことが証明されました。16,000キロ走ってフレだし、これもう完璧な証明だろ。いやーたまらんな。これ本当にすごい、めっちゃいい。パワーバンドいきますよ。この加速感っすよ、この加速感。うぅ、俺の元愛車のキャビーナちゃんもいるね。本当にキャビーナおった。バイバイ。 これがすげえ。クラッチレバーが超軽くなってトルクやば、なにこれ。そしてコーナー行きますよ。ピタッと、ほら、なにこれ、超曲がりすい。はぁ。こうやって見るだけ、見るだけで、なんだこれ。え、こんな曲がんの、マジで全然違う。全然ちげえ。パワーバンド入れてますよ。行くぜ。たまんなー。なんだ俺。さあ、猫カズ NSR 完全復活です。やったー。本当に嬉しい。グリップとかもね、ちゃんと全部ね、新品にしていただきました。完璧すぎんか。もうね、皆さんね、NSR 乗りの方はね、横田林業の横田さんにね、全部任す方がいいですよ、本当に。マジで違う。ここまで完璧にしていただいて、本当に横田さんありがとうございました。NSR に乗って攻めていくのは、やっぱりこの人、笑いのニューウェーブ、陣内智則。レスポンスがやばいな。なんかめっちゃパワー上がってる。やば。よう、名前はなんて言うんだい。 NSR です。 NSR すげー、知らねえけど。やば。ワインディングの方面に来たんでね、ちょっと流していきたいと。うわ、乗りやすい。うわやべえぞ。ということでね、 NSR がすごい生まれかったんで、ワインディング性能見ていきましょう。 Oh shit, it's a police. いけ、ひざすり。うわー、最高。やば、これすげえ。めちゃくちゃ曲がりやすい。なんですかこれは。コーナーリング性能は、僕 NSR 今までもう本当にハンドル切れ込まないと思ったんですけど、もうすげえハンドル切れ込む。右カーブ、はい。うわー、
すげえ、なんだこのコーナーリング。今まで本当にハンドル切れ込まなかったのに、これ変えられてからすごいハンドル切れ込むようになって、すげえ乗りやすくなった。こう膝をしっかり出して曲がっていく。ここのコーナーとかしっかりね、こうブレーキングしてしっかり見て、ほら曲がる曲がる、やばすげえまるっきり別物になっちゃった。うわ超楽しいぞ。いやーマジでワインディング性能も低速トルクも直線パワーも全て生まれ変わりました。僕の NSR とは思えないくらいすごくなったぞ。本当に最高だ。横田さん本当にありがとうございました。本当超速い。本当に峠の王さんになれたかな。これで峠の王に俺はなる。ローリング族になっちまったけど、山の峠道に忽然と現れたバイクたち、彼らはローリング族と呼ばれる少年たちである。うわすげえ、マジで違う。いや超楽しい。エンストしない。ということ、この NSR エンストしません。今回のまとめなんですが、横田林業の横田さんにですね、全て任せれば超完璧な NSR になるってことが分かりました。ハンドリングからエンジンパワー全て良くなりました。僕の NSR の悪かったところっていう悪いところが全部良くなりました。いやこんな完璧になるんだ、本当に嬉しいな。うわ逆にハンドル切れ込みすぎるぐらいあるぞ。切れ込みすぎちゃう。もう何もしてないのにほら NSR ちゃんが勝手に動いてる。こんにちは NSR ですよ。いや本当に完璧になりました。本当に。ということで横田さんのお店に戻ってきました。いや本当にすごく変わって、めちゃくちゃ乗りやすくなって、パワーもめちゃくちゃ上がって、シフトのフィールからもうブレーキングのタッチからも全て、足回りからも全然違うようなコーナーリング性能でめちゃくちゃ楽しかったです。いや本当にこんな完璧な NSR していただいてありがとうございます。本当に低速トルクのパワーが本当に今までと違う、ドドドドドと押されるような加速でめちゃくちゃすごい、もう生まれ変わりました。ありがとうございます。皆さんもですね、横田林業さんの横田さんに NSR はお任せすればもう完璧です。もちろん NSR 以外のバイクもされていらっしゃるのですね、完璧なバイクになるんじゃないですか。本当にありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ルル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 ル